フリートベルクは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のアイハハイコールフリートベルク軍に属しで、アウクスブルクの東に境を接している。バイエルン州に13あるライスタングスフィヒゲン、クレーサンジャホレージンゲメエンデムの一つである。フリートベルクの地域は、レヒ川沿いの第3期の丘陵が生誕を成している。この付近のレヒ川は、 リス表記の氷河が誘拐してできた広い谷を流れているのである。本市は公式には22の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。フリートベルクに隣接する市町村は西から時計回りにアウクスブルク、アフィング、オーバーグリースバッハ、ダージング、アーデルツハウゼン、オイラスブルク、リート、 キッシングであるこの町は、1264年のアウクスブルク市民に、当てたシュタウフェンケ・コンラーディンとバイエルンコ・レウトビヒ2世の保護上に、初めて記録されている。この文書に、フリードリヒ城祭に関する記述がある。この城は、バイエルンコのシュバーベン及び、帝国自由都市アウクスブルクに対する国境の、城であり関税徴収施設であった。これは、 アウクスブルクにとっては大変に目障りな城であり、1396年には焼き討ちされている。この都市はその位置からたびたび問題の的となり、バイエルン、アウクスブルクを及びシュバーベンの間で戦闘に発展することも珍しくなく、その多くはこの市の背後で戦われた。1485年には宗教改革時代の最先例派指導者である。 バルタザール・フープマイヤーがフリートベルクで生まれている。この町の最初の飛躍は1568年に公妃クリスティーネがフリートベルク城を夫の死後の館に定めたことによりバイエルンの宮廷生活がこの地に移ったことでもたらされた。しかし、それから一世紀の間に最盛期は突然終わりを迎えた。1599年にこの町でペストが流行し、 三十年戦争では、スウェーデン軍によって二度に渡りほぼ完全に破壊されたのである。その後この街の経済は再び力強い発展を見せる。多くの時計製造者が現れ、この街をその中心地にしていった。フリートベルクは、多くの時計愛好家が注目する街となり、フリートベルクの時計は、今でも人気がある。1753年に、 バイエルンで最も素晴らしいロココ教会の一つであるヘルゴッツルー巡礼教会が建設された。19世紀になるとフリートベルクは繁栄を誇るアウクスブルクの人気の居住地となった。この町は両大戦を大きな損害なく切り抜けた。1978年にシュバーベン行政管区の市町村再編によりそれまで独立していた13の町村が フリートベルクの宿となった。フリートベルクの市議会は、無所属の第一市長ペーターベルクマイヤーと30人の議員で構成される。知られている、最も古い紋章は、市の創世期である1264年頃のものである。紋章のデザインは、当時から、ほとんど変わっていない。フリートベルクの経済は、この町に本社とクッション家具工場を持つ、家具メーカー販売。 ゼクミュラーと小規模手工業者によって支えられている。市電6号線アウクスブルク中央駅からホッホゾルを経由してフリートベルクベストまでの新しい市電6号線が建設中である。シュバーベンの行政当局は2006年11月にそれ以前に計画されていた路線よりも先にこの区間の建設を許可した。 工事は2007年6月にアウクスブルクのレムボルト通りとプリンツ通りから始まった。6号線の外通は当初2009年末と計画されていたが2010年末に延期された。軍道 AIC-25 新線2008年10月から B300 号線交差点とアウトバーンのフリートベルク、インターチェンジを結ぶ軍道 AIC-25 新線が 通行可能となったフリートベルク城。ありがとうございます。